定例記者会見を始めさせていただきます。今回もマスクのままで失礼します。今回は令和3年2021年最初の定例記者会見となります。本年もよろしくお願いいたします。本年は新型コロナウイルス感染症が新たな局面を迎える中での年明けとなり、関東1都3県に緊急事態宣言が出され、全国の府県に広がる中、茨城県においても独自の緊急事態宣言が出されました。そんな中、龍ケ崎においても感染の確認が続いています。そこでまず1月21日にお知らせいたしました本市職員の新型コロナウイルス感染症発生に関する情報提供です。本市では陽性が確認されたとの一報を受けた後、市民生活を停滞させることがないよう速やかな消毒作業の実施、龍ケ崎保健所と連携した濃厚接触者の確認などを行ったところです。現時点で市民職員とも濃厚接触者はいないことが確認されています。なお、市役所内では日頃から職員に対する感染防止に向けた取り組みの徹底を行ってきたところではありますが、改めて職場内の消毒、定期的な換気、食事においての黙食、静かに喋らないようにしながら食べるなどの徹底をお指示をしているところです。新型コロナウイルスは時間や曜日、人を選ばない、見えない敵でもあります。私も含め誰にでもひっそりと迫り、いつの間にか近くにいる、そしてまた感染をすると病に陥ってしまうというものです。引き続き市民の皆さんの安全安心を守る立場として細心の注意を払い、適切な対応に努めてまいります。さて、季節は1年で一番寒いと言われる二十四節気の大寒となり、本年の節分は2月2日ですが、春が待ち遠しい季節になります。空気が澄んだこの時期には関東平野に位置する本市からは遠くはスカイツリー、富士山まで望むことができます。そのような心安らぐ景色があることは本市の魅力の一つでもあります。牛年の本年は夢や信念を奪われることなく、牛歩と言われようとも一歩一歩地に足をしっかりとつけ進み続け、本市の魅力が多くの人に伝わるよう、そして本市の明るい未来が開けるよう取り組んでいかなくてはならないと決意を新たにしています。先ほど申し上げました通り、本年に入り本市職員の感染が発生するなど、新型コロナウイルスの第3波は本市に襲ってきており、高齢者、若者、さらには未就学児まで世代を問わず感染者の報告が相次ぎ、本市の感染段階がこれまでとは違うフェーズに入っていると認識しています。本市では家庭内感染が増加しつつあるのではないかと分析をしています。市民の皆様にはウイルスを家庭内に持ち込まないために、不要不急の外出を控える、昼夜問わず会食は控える、人と話すときには必ずマスクを着用するといった感染予防対策の徹底をお願いいたします。さらに帰宅後、食事前後の手洗い、うがいはもちろんのこと、家庭内での食事の際には大皿をやめ、一人一人小皿で食べる、タオルや食器の共用を避けるといったきめ細やかな対策が家庭内感染の予防につながる取り組みの一つであります。そして正しい情報を入手し、正しく恐れ、適切な対策を緩めることなく取り続けることが重要です。大切な家族、友人などを守るためには、龍ケ崎市民一人一人が行動を変え、自分が感染源にならない、そして感染の拡大をさせないという決心のもと、引き続き適切な対策の徹底をお願いいたします。それでは本日の情報提供に入ります。はじめに防災学習で健康に、ハザードマップウォーキングの開催に関する情報提供です。本イベントは水害時の円滑な住民避難行動を促進することを目的に、小貝川、利根川が氾濫した際に浸水が予想されるエリアのうち、
河原城、北門馬、龍ヶ崎の3地区にお住まいの高齢者を中心にハザードマップの見方やポイントを解説し、避難所までの実際のルートを歩く内容となっています。開催は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場の過密防止を考慮し3地区に分けて、河原城地区が2月9日、北門馬地区は2月18日、龍ヶ崎地区では2月19日と分散して行います。参加者は各地区で募った約30名となる見込みです。全国的に見ても過去の災害では特に避難行動に時間を要するとされる高齢者の逃げ遅れが課題となっています。東日本大震災における災害関連死は70歳以上の方が全体の 47% を占めていたとの統計もあります。小貝川、利根川の氾濫時に浸水が想定される地域が市内には約3分の1程度存在しています。これまでも防災の手引きの全国配布、各地区などでの避難訓練などを通し、防災減災日本一を目指す町にふさわしく防災知識の充実を図ってまいりました。一方、避難行動の際は自身のお住まいの地域について知り、いつどこにどのように避難するかを事前に確認していくことに加え、避難をするために健康な体の維持、そして体力づくりに平時から取り組んでいただくことも肝要と言われています。今回のイベントではそのような課題を解決するべく、総務省消防庁が取り組む、消防団自主防災組織等連携促進支援事業の採択を受け、防災分野の視点だけではなく健康の視点を盛り込むことから、流通経済大学スポーツ健康科学部の全面的なご協力をいただきます。防災教育と健康維持、体力づくりを同時に取り組む事例は全国的にも稀であると伺っており、このような対策を展開できるのもこれまで流々連携事業で築き上げてきた流通経済大学と本市の信頼関係の賜物であると考えています。本イベントを通じて多くの方の防災知識の充実を図り、さらに健康維持、体力づくりを意識する契機となることを期待しているところです。次に、中根台中学校の2年生が本市の魅力度向上のために独自の視点で改善点、アイデアを発表する龍ヶ崎市魅力探しの旅プレゼンテーションに関する情報提供です。この取り組みはコロナ禍により自然体験活動や職場体験活動など社会参画力を育む上での貴重な学習機会を制限せざるを得ない中で、いかに子どもたちの学びの場を確保するかという視点のもと、龍ヶ崎市の魅力を発信する学習に取り組んだ成果として、本市の魅力をさらに高める提案を発表するものです。プレゼンテーションは1月19日金曜日午前10時から中根台中学校体育館で行われます。昨年10月には事前学習として本市シティセールス課職員が講師となり、地域の魅力を発見する事業を行い、調査発信の見通しを持てるように働きかけました。その後、生徒の皆さんは事前学習などを踏まえ、本市への魅力、本市への興味関心を新たに広げ、本市の PR ポイントを発見するフィールドワークに取り組んだと伺っています。フィールドワークでは本市の気になるスポットに足を運び、タブレット端末を活用し現地の様子を撮影したり、利用者の気持ちになって改善点や魅力度をアップするための手法を考えたりしたとのことです。本市では今年度より生きる力を基盤とした社会参画力を育成するためのタツノコ人づくり学習に取り組んでいるところです。この取り組みは学校や地域の実態を考慮し、義務教育9年間を一つのまとまりとして捉え、学校と地域が連携して体験学習などを実践することで、子どもたちが夢や希望を育めるようにと、中学校区ごとにカリキュラムを作成しているものです。本市の未来を担う中学生が社会の構成員として情報技術を効果的に活用しながら、地域課題の解決に向けた自分の考えを発信していく本活動は、子どもたちに町への愛着を醸成するとともに、
成長を促し、本心が目指す夢を持ち生きる力を自ら育むタツノコの実現、さらには本心の明るい未来につながるものであると確信しています。当日も私も平塚教育長とともに中根台中学校に足を運び、中学校の皆さんの柔らかい発想、これからの時代を担う人材ならではの視点で考えられた発表を 目にすることを楽しみにしているところです。なお本日この場には中根台中学校の代表の白戸正樹さん、加藤すばらさんにお越しいただいております。この後お二人からも説明がありますが、本市の中学生がふるさと龍ヶ崎を良くしていこうという思い、そして中学生ならではの柔軟なアイデアの発表を記者の皆様にはぜひ取材いただきたくお願いを申し上げます。以上で私からの情報提供を終わりとさせていただきます。詳細については担当から説明をさせていただきます。